こんにちは、アミラーチャンネルのアミです。今回はいつもと違った感じで撮りたいと思います。私は以前旧長沢小学校というところでチョウザメの養殖の動画を、アップしたんですけど、よかったらそちら見てくださいね。そこで実はこちらのフグも養殖しているので、このフグを買ってきました。こんな感じになっています。カワチフグって書いてあるんですけど、これなんか文字バランスもいいし、なんか川豚でフグって呼ぶんですよね。可愛いパッケージになっています。これも私は今日食べたいと思います。それでは早速この箱を開けていきたいと思います。ここに書いてあったんですけど、6000年前が河内町は海の底だったみたいです。で、このフグは廃坑を利用して学校の中で作ってるんですよね。これが身ですね。骨が真ん中についてあって、こっちも身ですね。で、あと皮も入ってます。はい、皮です。で、この中にその美味しい食べ方っていうのが丁寧に書いてあるので、これを参考にしながら私はフグ鍋を作っていきたいと思います。はい、こんな感じで出来上がりました。どうですか？めっちゃ美味しそうですよね。で、フグが下の方にいるので、これかな、これです。水菜だらけ。はい、こちらがフグです。見ると白くなりますね。はい、こんな感じで、あとこれが骨いっぱいついてるやつ、こんな感じです。はい、で、これを食べていきたいと思います。それではいただきたいと思います。これを見ながら作ったんですけど、最初に昆布だしを取って粗の部分を入れたりとかしたんですけど、私が今日入れた野菜は豆腐と白菜と水菜とネギと人参とえのきと、なんか大きいしめじです。それを入れました。で、これがこれですね。これがアラの部分になっています。で、こちら身ですね。美味しそうですよね。これをいただきたいと思います。で、これをつけて食べるのは私このポン酢でいただきたいと思います。はい、じゃあこれを食べていきたいと思います。いただきます。美味しそう。めっちゃ美味しいです。なんか結構プリプリなんですけど、弾力もあってすごく美味しいです。鍋に入れる違う白身魚とはやっぱり違いますね。高級感があってとっても美味しいです。美味しい。皮の調理をするのを忘れてました、鍋に夢中で。で、これはここに書いてあるんですけど、皮2枚と豆腐1枚を沸騰し鍋に入れ、1、2分湯通しするって書いてあります。豆腐って、白っぽい。どれでしょうね、豆腐全部入れちゃっていいのかな。はい、皮です。これを入れたいと思います。いいの、これ。ちょっといいのこれです。1、2分経ちました。取れない。結構トゥルントゥルになりました。デロデロ。これを冷水で冷やしていきたいと思います。いってきます。先ほどの皮を切ってきました。なんかこの写真みたいな感じに全然切れなくて、こうブニブニしちゃって綺麗に切れなかったんですけど、切ってきました。で、これかな、これが皮
て、これが多分白っぽい半透明って書いてあるから、これが透明だと思います。でこのままポン酢をかけて食べてもいいし、鍋に入れてもいいって書いてあったんで、私はお鍋に入れたいと思います。とりあえずこれぐらいちょっと、はい、こんな感じで入れて沸騰したら食べたいと思います。じゃあいただきたいと思います。あ、この透明っぽいのは柔らかいのかも。あ、なんか皮だからコラーゲンなんですかね。ぶよぶよした感じです、食感は。これもこんな感じなんですけど、めっちゃ体に良さそうです。そうでした。なんか本当は野菜とか全部食べてからうどん入れようと思ったんですけど、どうしてもだしの効いたとこにうどん入れ食べたいので、今入れちゃいますね。食べきれなかった。はい、茹で上がりました。これから取っていきたいと思います。おいしそう。いや、うどん好きなんですよね、お鍋の後に食べるの。はい、美味しそうですよね。これにポン酢をかけて食べたいと思います。いただきます。美味しいです。なんか出汁がいつもより美味しい気がする。どうも最高です。ということで、今回はこちらの河内フグを使っててっちりをいただきました。とっても美味しかったです。皆さんもし購入されたい方は、概要欄の方にネットで買えるようにリンクを貼っとくので、そこから注文して買ってみてくださいね。ありがとうございます。アミラーチャンネルのアミでした。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。ごちそうさまでした。